子どもたちが目を輝かせている先にはおよそ800台ものミニカーが展示された巨大なジオラマです。トミカ博は玩具メーカータカラトミーのミニカートミカを集めたイベントで1000台以上のミニカーが展示されています。自分でパーツを選んでオリジナルのミニカーを作ることができるコーナーや釣り竿でミニカーを釣り上げるブースなど、子どもたちはトミカの世界に心を躍らせていました。2台も釣れた。初めての車。全部それ何？親子パトカー。嬉しいです。やったイベントはあさってまで開かれています。